はいどうも、沢田信也です。映画です、えー。今回はね、えー、映画の来るっていう映画の話と、うんえー、それの原作であるボギアンが来るっていう小説原作の話をちょっとしようかなと思ってまして。はい。なんかちょっと微妙にややこしい話なんですけど、もともとボギアンが来るっていう原作は全く知らへんかったんですよ、僕。うん。でも、それとは別に来るっていう映画の予告編は見たことがあったんですね。あ、なるほど。 ただ、その予告編を見たときは、その映画が来るっていうタイトルとは知らなかったっていうか、覚えてなかったんですよ。ああ、そうそう、あそうなんですね。ただ、なんか、岡田イシッ V6 の岡田くんが出てなんかすごい霊能的な儀式をやってるシーンとかが、あの、パッパパーって繋ぎ合わされて短い感じの予告をやって、なんかこう、オカルトをテーマにした映画なんかなぐらいの感覚でしか捉えてなくて。はい。 で、ちょっとそれが面白そうやったから、まあ、いつか見たいなぐらいの感覚でおったんですね。うん。ただそれが来るっていう映画だっていうことは認識してなくて、かつそれがボギアンが来るっていう原作があるっていうことも知らへんかったんですけど、うん。最近そのプライムビデオ見たら、来るっていう映画がプライムビデオ化してたから、はいはい、はい、まあただで見れるやん、見んようと思った時にベガさんが自分のとこの番組でボギアンが来るの話をしてて、はいで。あれってあの映画のことやったんや。 ってなったんですよ。うん。あ、そうなんだ、ね。そこで初めて合致したっていう。はい。だから、全く何も知らない状態から始まったんですけど。来る、来るから見たってことですよね。そう。そ映画の方から。はい。で、ペガさんが自分のところの番組で、なんかボギーアンが来るが結構怖いって話をしてて。はい。で、かつ、ペガさんも、なんか原作の小説を読んだんではなくて、 はい。オーディブルっていう、アマゾンが提供している朗読サービスを使って、聞いたっていう話をしてたじゃないですか。そうそうそう、<laughs> 聞いた。要はその、本を読んだわけではなくて、ボディ、うん、ボギワンが来るの原作を朗読してるやつを聞いたって話をしてて <laughs> そ、そでその朗読しているナレーターの人この演技が上手いとかいう話をしてて、はい。なんかそう、怖い怖いみたいなことを言ってたじゃないですか。うん。だから僕はすごい、こう、なんていうのかな、 その怖い、怖いイメージの、怖い映画なんだとか、怖い話なんだってめっちゃ思ってたんですよ。なるほどね。で、その怖さが、いわゆるその、なんと日本の幽霊映画的な、その、なんか、真に迫るようなゾッとする感じの怖さ的な、いつものあの、なんていうんですかうん。スプラッターとかではない、精神的に来る怖い感じの怖い話なのかなと思ってたから、結構見るの躊躇しとったんですよね。 あ、怖いんちゃうかって。そう。なんか最近こう、年取ってきてから、なんか知らんけど、むっちゃ怖がりになってきて、なんか。<laughs> そうなんですね。いや、僕、どっちかって言逆、逆ですけど、子供の頃怖すぎたんですけど、大人になってやっとちょっと見れるようになってきたんですけど。もう最近、年を取るごとに感受性が強くなってるのか。すごい、すごいですね。あ、そうなんですよ。もう怖いんですよね。もうこんなことあったら嫌やなって思いながら見てしまうんですよ、なんか。うん、それだから、すごい手を出せてなかったんですけど。うんで。最近やっと見たんですよ、映画の方先にね。うん うん。映画ので。意外と映画見たら、そんな怖なくて。うん。てっきり僕は幽霊映画やと思ってたんですけど、全然そんなこともなく。うん。まあね、見た人の感じ方は人それぞれなんでしょうけど、うんうん、僕は、なんかどっちかというと人間ドラマ重視やなっていうプラス、はい、そこにちょっとオカルト要素を足して、なんやったら映画の後半戦は、なんか霊能体制みたいな感じで、ちょっとアクション映画でしたから。<laughs> そうですね。なんか全然ホラー映画ちゃうやんと思って。うん。 だ、見れた見れたって思ったんですけど。はい。なんか見てたらね、なんか、まあ、なんて言うんやろう。満足はしたんですけど、あ楽しかったな、つって。うん。話的に全然ピンとこえへんところがたくさんあって。うん。なんか全然わからんぞって思って。<laughs> そうなんですよ、ね。映画から見ると。そうなんですよ。で、ペガさんにこれなんかめっちゃはしょられてませんかって話をしたら、うん。まあぜひ原作を読んでくださいって言うから、うん。そっか、やっぱ原作を読まなあかんかって思ったけど、うん。まあ最近はもう文字の、 ある本読もうしんどくてね。<laughs> いやいや、ま、漫画とかすごいこの作品語られてますけど、いつも。漫画はね、漫画の中にある吹き出しの中にある文字っていうのは、あれ文字じゃないんですよね、結局。あれも、違うですか漫画に書かれてある吹き出しの中の文字も、あれは一つの A なんで、A として認識してるんですけど。なる,なるほど。なんか小説に書かれてある文字は文字として認識してあるから、読んでるとすごい疲れてくるんですよ、うん、目が。なんかうん、うん。まあ目は疲れますよね、最近。 そう、なんかあのー、ほんま年取ってくると、夕方以降目がしょぼしょぼしてくるじゃないですか。わ <laughs> かる。わ <laughs> <laughs> かります。なんかすごいピンと回へんし、なんかしょぼしょぼってなってくるから、そう。なんか本を読むのしんどくて、大変やなと思ってた時に、うん、あ、オーディブルって言ってたわと思って、ベガさんが。あ、来てくれましたか、<う>オーディブル。ああ、じゃあ俺もこれでやろうと思って。うん,うん。まあ結論からすると、オーディブルすごいいいなと思って、ほんまあれ。あ マジっすかあれは本当にね、あの、文字を読むのが辛くなってきた人にすごいおすすめやなって思いますわ、ほんま。<laughs> 確かに。なんか月額1500円なんですよね。そうですね。で、月額1500円で毎月1回コインっていうのがもらえてて。うん。で、そのコインがあれば、1ヶ月2冊はただで読めるみたいな感じなんですけど。うんうん、まあ聞ける<う>厳密に言うと。うん。まあなんせその、や、体験してみると結構便利で、うん。んま聞いてるだけでいいっていう。 うん、で結構僕ね、あの、n d l e とかで文字なる本読むときは、はい。その iPad とか iPhone の、あの、リーディング機能、うん、読み上げ機能を使ったりするんですよ。ある、そっちはど、どんな感じなですか違い的に。あれはね、言っても、あの、シリが読むみたいな感じやから、あ、ああいう感じ。まあ、抑揚はあまりないですよね。うん。で、やっぱりちょいちょい間違えるんですよ、読み方。あ、<laughs> 間違ったりもするんですよ。間違ったりするんですよ。だ結構ね、なんて言うんやろう、なんやろう、聞き流してしまうことが多いですね。 うんでも、オーディブラちゃんとこう、感情込めて、ね、はい、読んでくれるから、うん、結構こう入ってくるというか、普通に。こんな聞いてても、ちゃんと物語、ちゃんと頭の中入ってくるんで、便利やなと思って、うんうん、ちょっと続けたいなと思うんですけど、やっぱりこう、月額1500円プラス作品代かってなると、なかなかちょっとね、<laughs> おいそれと。うんうん 全然ネットフリックスの方が安いでってめっちゃモテまうんですよ、ね。いや、まあまあ確かにね、わ <laughs> <laughs> かりますけど。ただ読みたい本があるときは、あの、朗読っていう手段はすごいいいなと思いましたね。このボギアンクルム結構登場人物多いんですけど、うん、あのー、ちゃんとナレーターの人が、なんか役柄を演じ分けて、ね、うん、読んでくれてたじゃないですか。 そうです。声が、声が違うんですよね。言い方が。そうそうそう。なんか声優ほど別にね、声色変えて言ってるわけじゃないんですけど、うん、ちゃんとその、そのキャラクターの性格に合った読み方をしてくれるから、うん、なんかあの、女性キャラとかもなんか違和感がなくて、うまいなと思いながら聞いてたんで、うん、なんかすごい良かったなっていうのがあったんで、はい、うん。まあまあ、あの余談ですけど、小説読むの辛い人はこのオーディブルっていうのを体験していただくと、うんうん、最初の30日はなんか無料なんですね。そうですね。 一冊試せますよ。そうですね。で、まあ、そんな手段でボギアが来るを、まあ、読んだというか、最後まで聞いて、やっとこう、うん、なんつうんですかね、映画の中で不可解やったところとかが合致したんですよ。あ。なるほど。で、映画と原作を通して初めて、あ、こんな話やったんやっていうのがわかったん。 うんで、まあ、その話を今回しようかと思ったんですけど、はい。難しいのが、これ結構、なんていうんですかね、映画と原作でやってること逆のことが多ないですか、なんかえ。え、逆って、え、どういうことですかまあ、まずその、映画だけ見て何が分からへんかったかっていうと、はい。結局映画だけ見ると、 うん、ボギーワンってなんやねんってなるんですよ。たあたし、そうですね。<laughs> それはそうやと思います。まあまあ、その、来るっていう映画自体はね、あの、うん、ちょっとオカルトエンターテイメントとしては、それなりに楽しい感じの映画なんで、うん、まあそんな長くもないので、一度見た方がいいですよって話やし、うんで、もし映画見てちょっと興味持ったら、原作のボギー映画が来るは、触れた方がいいですっていう、うん、まあ紹介をしておきましょう。はい。ここからはちょっとネタバレを、うん、ネタバレになる。挟みます。はい。 まあネタバレ知ったとて別にって感じの内容ではありますけど、ただその原作の、僕ちょっと映画の方先見てしまったんですけど、はい、もしかしたら原作先に読んだ方がいいかもしれないですね。うんというのも結構あの原作は難消化構成になってるんですけど、はい、結構一生、一生、第一章の主人公が結構名前振りになってるじゃないですか。うん そうですね。あれ結構映画やったら、しょっぱなでなんかすごいその仕組みが分かってしまいがちなところがあって。うん。なんかそういう意味では原作を何も知らない状態で原作を読んで、母はなるほど面白かったなって言ってから映像化した映画を見た方がいいかもしれないですけど。うん。まあまあまあ好きなように感じて見てくれたらって感じなんですけど、ちょっとこっからはネタバレを含めた話をしますんで。ええ映画だけ見るとね。 うん。そのボギーワンって結局なんやねんってなるんですよ。なりますね、確かに。で、最初はその、そもそもなんか分からへん、現象なのか妖怪なのか悪魔なのか分からへんけど、なんかよう分からんものに追い立てられる話かなと思ってたんですよ。うん。なので、最後の最後までボギーワンって形出てこないじゃないですか。ええー、出てこないですよね。だからこう、そういう話なんかな。なんかわからないけど、頂上的なものに追っかけ回されてみんなが悲惨な目に遭う話なんやって。 思ってたんすよ。そういう映画なんやと思ってたんすよ。うん。え、明見終わってからてううか見終わった後も。そもそも。あ、まあ見終わった後もそんなかあ、映画だけだ。そういう風な感じ。そもそもだってあれ映画だけ見てたら、なんで襲われるようになったかとか、まあ、いまいちパッとわからないんですよね。あ、あ、確かにそれはそ、あ、そうですね。で、なんか最後の方に、チサが読んでるとか、なんかそんな話になって、うん。なんかふわっと、その、 主人公誰でしたっけあの妻夫婦。ひで秀樹、田原秀樹と、はい、ええかな。かな。かな奥さんのかな。うん。ひでと、かなの、ま、何らかの夫婦のズレとか家庭不和が、うん。その地さの、子供の地さの中にある、まあ、ネガティブな感情とか、うん、マイナスな感情っていうのを引き起こして、うん、それがボギアンを読んだ、みたいな感じなのかなって。ああ<ー>いう、なんか、なんかどっかそういう、そのことこう、ん。松高子。 のやってたことコって役割のすごいパワーを持った霊馬車が最後そんな感じの話でちょっとなんかまとめてたから、え、そうなんやと思ったんやけど、でもボギーワン自体は、秀樹が子供の頃におじいちゃんの家にも来てたじゃないですか。来てましたね。じゃあなんでとかね。かそうです。じゃなんで。で、かつ、なんかあの、映画の冒頭の方のその、なんか葬式がツヤのシーンで、もともとあの土地の伝承的にはなんかボギーワンっていうのがいて、 なんかあのー、悪いことして子供さらわれるとか、ううあとあのー、秀樹が子供の頃に遊んでた女の子が、なんか連れ去られたんかなボギアン。そうです。ね。におわせがあるじゃないですか。あんな感じがあるから、うん、じゃえ、ちさが原因なん今回の出来事はってなったら、そうではないわけじゃないですか。うん、じゃあなんでボギアンそもそも、秀樹のとこ来てんのっていうのがすごいわかんないそう映画描き見てたら。うーん。 確かにあそこは、わかんないですよね。で、よくあの、昔僕たちが子供の頃に、なんかあなたの知らない世界とか、うん、んお昼にありま、ね、なんかあの、視聴者の例体験を募集して、うん、それをなんか映像化するような企画の番組が夏休みの時だけなんかあったじゃないですか。ありましたね、怖かった。そうでしょ。で、あれ何が怖いかって言ったら、うん、何んの因果関係もないのに、たまたまその上に引っ越してきた家族とか、うん、うん。が、うん、 理不尽にもなんかその土着の霊に呪われたりして、だんだん調子悪くなっていったりとか、なんかすごい不幸な目にあっていったりとか、そういうエピソードすごい多かったじゃないですか。多かった。多かったです、ね。で、あれ見て僕はこれも余談なんですけど、子供の頃の自分は、うん、え、こんな、 何の理由もないのに急に呪われたりすんねや。すごい怖くってそうそうそう。悪いことしないのに。そう、むちゃくちゃトラウマになりましたよ。なんかあの、よく子供の頃はね、あの、いいことしたら天国に行って悪いことしたら地獄でエンマ様に下抜かれるでとかそんなんありましたけど、え、いいこととか悪いこととか関係なしに、たまたま引っ越してきたら、そこで呪われたりすることあんのとか思って、むちゃくちゃトラウマになった記憶があるんですけど、今回の来るも、そんな類いの話かなと思ってたんですよ。 その田原家の人は別に何も悪いことをしてなくて、たまたま、運悪く、ボギーワンっていう存在にわ狙われてた。っていう感じなんかなと思ってて、どこまで行ってもそのボギーワンっていう存在が謎やったんですね。で、かつ映画の方では最後、その、まあ、一応、その松高子を演じるコト子っていう大霊媒師が、ボギーワンを退治するぞって話になった際に、うんうん、むちゃくちゃ大掛かりな、<え>なんかこう、儀式みたいなのが組まれるじゃないですか。 すごいですよね。もうなんか、日本中集まってまそうそうそう。アベンチャーズみたいな感じで。そう、シンゴジラみたいな感じで。あ,の <laughs> あ、そう,そうシンゴジラ。もう、ことこが、こう、日本の警察の中枢にも力を持つ権限を持っていて、ボギワンを退治するために、全、日本全国から有力、有能な霊媒師を集結させて、<laughs> で、ボギアンが、ボギアンを呼び寄せるね、田原家の家、 の周りの住人も全部避難させて、うね、もう一大舞台を築き上げてボギアを迎え撃つっていうのが後半のシーンであるんですけど、うんうん、ただそれも全員叶わないっていう、なんか、あの、沖縄から来たユタのおばちゃんたちとかも、なんかめちゃくちゃ強そうな、なんか、そうでね、あれ。むちゃくちゃ強い霊能師なんですけど、めっちゃ表面軽いみたいな感じで、東京に観光しに来てみたいな感じで、 うん、でもバリクソ余裕かましててどれだけ強いのかなと思ったら、全然ボギアに歯が立たない。集結する前にやられるっていう,なんかう、ね。かタクシー乗ってたらなんか、そう。え、そんなこともできるんで、ボギアンは。<laughs> だってあのタクシーにぶつかった車を操作してるってことでしょ、ボギアンは。そうですよね。むちゃくちゃ強いやんけって思って。で、またその、ユタのおばあちゃんたちが死んだ時に、その新幹線で今度こう、現場に集結しようとして、こう、なんか新幹の、 おじいちゃんたちも何かをこう気づいて、うん、あ、これはちょっとバラバラに行動した方が良さそうやな、つって。あ、そうですく,く、誰か一人でも現場につけたらええやろとか言って、ちょっとかっこよくこう知っていくじゃないですか。知っていきますね。で、現場に集結して、なんかこう、東西南北をこう囲むようにこう、なんか儀式とかし始めるんですけど、うん、普通に地配で死んでいくじゃないですか、ね、っっ<笑><笑>めっちゃ叶わへんねや、こいつらって。で、あんな感じで、もう、なんつうの だから映画見てる僕としては、もうそれほどまでに兄弟の力を持った何かなんだぐらいの感覚しかないから、うんうん、全くわからなかったんですよ、ボギアンが何なのか。それ気になりますよね、ねはい、なんか、結局何なんだ、みたいな。そう。で、最後もね、映画だけ見たら僕の見、見て見たてでは、うん、最後、コトコが勝ったかどうかもわからへんかったんですよ。ああ、なんかわかりにくい感じでしたね、<う>あれ確かに。なんかよく、まあよくあるパターンなんですけど、 なんか、ね、あのー、主人公の一人のこの岡田くん演じる野崎でしたっけうん、野崎。が、なんかそのちさちサさん、子供を助けて、うん、その現場から脱出してね、ここは私に任せて行けみたいな感じで、その霊媒師のことこが、かかってこいみたいな感じになった後に、うんうん、ね、めっちゃなんか、舞台となるマンションの窓から血がドッパーって出てる。ドッパーって出ましたね。<laughs> で、あれは一体何やねんのまで、え、ことこ負けたんとか。いう、何の血相打ち何 みたいな感じで。その後のことが全く語られへんじゃないですか。え、なんなんボギアワンは倒せたん倒せなかったんえ、ことこどうなったんとか、全くそこら辺が全部不明のまま終わっていって。あれでしょだから、ボギーワン自体の姿もだから出て,出てこない出て,出てこなくて、なんかそういうの、結局、血がばッシャーみたいな状態ですもんね。あの、戦ってる最中もあの、表現として、マンション中がなんか異世界みたいな空間になって、壁という壁から血がダラダラ出てくるとか、そんな表現しかないから、 うん、そもそもボギーワンが形のあるものなのか何なのか、それはからないまま終わっていったんで。いや、僕は逆に原作から読んで映画見た派なんで、うん、その原作のボギーワンがどんな風に描かれてるのかを楽しみに見たら、ね、あ、あーってが、がっか <laughs> 出てこないじゃないですか、か要は。<laughs> ほんで僕はその映画終わってから、なんかよう分からんとこもあったなと思ってなんか調べてたら、うん、ボギーワンは、 その、東欧の方で伝承されていたブギーマンが、うん、そ,、ね、その、伝代によって展示たものであるみたいな、裏設定見たときに、うん、あ、そんなんあんねやと思って、やっぱ、ペガさんの勧めもあったんで、原作を、まあ、読んだわけですね。<お>原作はしっかりそこちゃんと語られてるんですよ。ボギーワンは何なのかとか、うんうん、そもそも日本で古来からなんで伝承されてたのかとか、で、そしてそれが海外からの、 なんか、伝来ではないかとか、うん、ちゃんとそこら辺がちゃんときっちり語られてから、うん、あ、そうなんやと思ってそれで腑に落ちたんですボギーは。で、かつ、ちゃんと原作の方では形あるものとして存在してるじゃないですか、ボギーは。存在してますね。だいたいなんか、口の表現しかなんか出てこないんですけど。ラ,ラングイーバーってなんかいろんななんかね、歯が乱れてく。とりあえず歯がでかい、歯がでかいか。そう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 。どっちかやったら妖怪的な感じのね,そでねで。そんな説明ちゃんとされてたし、 あちゃんとその、なんで田原家が狙われてたかっていうのもちゃんと語られてるんですよね。うんうん、なので、その、原作を読んだ後に、その、映画のビジュアルと合致させていって、なんかなるほどな、みたいな感じで自分の中でまとまっていったんですけど、うんうん、そこでちょっと、なんか、辻褄があってこうへんのが映画と原作で。うんうん、なんか映画の方は、うん、まあ、秀樹が、なんかすごい表向きは、すごいイクメンパパで、うん、なんか妻と、 子供、愛す、いい、お父さん、旦那さんみたいな感じなんですけど、全然そんなことがないクソっていうのが、うん。秀樹が死んだ後、第2章として語れるじゃないですか。すごいですもんね、あれ。<laughs> で、その後、カナが、すごい悪い女にの表現になるじゃないですか。すごい、こう、なんつうんですかね。うんうん 映画の中では、その、秀樹と友達関係にあった大学教授となんか不倫したりとか、もうさ差に対してもあなたなんかいらないとか、ね、か誠に対してあなたにあげるとか、すごいこう、なんて言うんですかね。うん、こう、育児ローゼを超えてしまって、すごい自分の我が子に愛情を注げなくなった母親みたいな感じ。なってましたね。れで、それでも秀樹死後それでもな、ボギアン狙われ続けた結果、最後カナも死んでしまうんですよね。死にます。ね。でも原作見たら死んでへんやんと思って。 うん。全然。<laughs> 全然死ねないし。全然死ねない。まあ、あの、原作のカナはまだなんか全然。そう。感情にできるという原作のカナは全然悪女にも何にもなってないし、うん、秀デ死んだ後、まあデキの愛は薄れてはいたけれども、うん、ま、母一人子一人になったから、私一人の手でちゃんと地下を育てていこうみたいな気概を見せるいいお母さんなんですよ。 うん、ただ、ボギアンのには全く歯が立たず、精神崩壊を犯してしまうっていう最後になるんですけど、<laughs> 死にはせえへんのですよね。そうでね。で、やったら全ての物事が解決した後は、ちゃんと普通の人に戻り始めてる描写とかもあって。ね、知差が戻ってくるから、そう。それで一気に回復していくていうそう。で、かつ、映画の方では、野崎と誠がなんか、ね、秀樹と仮名が死んでしまったから、知差が、うん なんか、両親がいない状態になってしまったので、なんか、野崎と誠で育てていくみたいな終わり方をしてたけど、うんうん、原作全然そんなことなくて、うん、まあ、その、カナとチサは母一人子一人で生きていくけど、うん、まあ、僕たちも積極的にそこに関わっていこうじゃないか、みたいな、すごいポジティブな終わり方をしてて。うんうん、そうですね。いい感じの。全然ちゃうやんと思って。<laughs> で、で一番ちゃうかったんが、その、 野崎は原作にしても映画にしてもちょっと子供嫌いなんですよね。そうですね。でもその理由が全く違うくて、うん。なんか原作では、なんか、まあ、言ったら野崎抜一なんですけど、うん。なんかその抜一の理由が子供が生まれなかったことによる、まあ、夫婦仲違いでの離婚らしいんですけど、うん。なんか映画の方は、すごい、奥さんに生まれた子供を野崎が、なんか、おろさせたみたいな。うん、あ、そうそうそう,そうですね。<laughs> そうでしたね、確かに。 で、まあ、奥さんはそれが嫌になって別れたみたいな感じで、でも原作では野崎が無性死病かなんかで、そうですね、そうですね。子供を産めない体であったのは野崎だったみたいな感じ。結果夫婦にはどちらも子供が産まれなかったので、それが離婚しているんですけど、うん、なんか映画見てても、なんで野崎が奥さん、 妊娠した奥さんに子供を下ろさせたのかって理由いまいち不明やったし。た、確かにそこはピンとこなかったですね。なんでって思って。お,おなんでってなりましたけど。<laughs> で、な、なんやろ、野崎があかんやんとしか思わへんのっすよ、あんなそうなんですよ。でも原作は、野崎は別にのぞ望んでその体になったわけじゃなくて、うん、たまたまそうであったっていう話やったんですけど、うん、奥さんの方がやっぱり私子供が産みたいってなって、うん、仕方なく離婚したみたいな感じ。うん で、野崎は、その自分の体に、その子供を産む機能っていうものがないことに、コンプレックスを抱いていったので、うんでね、なんか子供を持ってる友達とか家庭とか世の中の子子供を持ってる夫婦とかっていうのを、どこかこう逆恨みしてるような状態やったり、うんうんね、まあ自分に子供が産めない機能、子供を産めないんだっていうこと自体が、 なんか男性としての、なんか機能不全みたいなコンプレックス抱えてたり、うん、それを結果子供が嫌いみたいな感じだったんですけど、うん、そうですね。映画の方はね、子供が嫌いな理由がいまいちよう分からへんかったんですよ。うん。なんか知らんけど嫌いぐらいの <laughs> 感覚やったじゃないですか。別に悪い奴じゃないのになんかそこだけなんか、そうなんだかそ,<う>そんな感じなのっていう。で、あの、野崎の相方のとっていう、まあ、ことこの妹のちょっとした霊囃子のとちゃんも、うん うん、一応、原作では野崎の恋人みたいな扱いなんですよね。うん、そで,ねでも、映画では別に恋人とは明言されてないんですよ。うんうん、でも、誠ちゃんも、ねえ知らんけど、昔からこう、霊能力の修行とか、うん、お化けとの戦いを経た結果、誠ちゃんもこの、うん、女性として子供が産めない体になってる。うんうん、なので、野崎も、誠も、その、うん、自分の子供を持てない状態であるっていう。うん、原作の方は特にそうなんですよね。うん、うん でも、血の繋がってない我が子であったとしても、他人の子であるちさちゃんを命がけて守るみたいなところで、なんかその経験を経て、なんか知らんけど、野崎はこう、子供のことが好きになっていくというか、まあ自分の持つコンプレックスとか、過去のトラウマっていうのを乗り越えていくみたいな描かれ方をしてるんですね。で、誠ちゃんは、そもそもとしてこう、血が繋がってな老がろう、あろうが、その子供は好きだしって、キャラクターなんですけど、映画の方の野崎は、 うん、なんでそこの心の変遷があったのかようわからへんなん、そこもなんか。<laughs> 確かに。なんかね、なんかそこら辺がなんか、こうなんていうんですかこう。なんか、映画と原作両方見たからこそ意味がわからんなと思って。<laughs> <laughs> なんか、うん。確かに。でも、映画の方は、 ラストの、あの、霊能対戦のシーンはすごい見応えがあったから。うん,うん、うん、でも原作は結構ラストバトルは狭い狭い世界の範囲の戦いじゃないですか。そうなんですだからまあ、スケール感はあれなんですけどね。<laughs> ただまあ、まあ、ボギーワンとガチでバトルするんで、なんかこう、まあ僕はその、原作の中でのなんかそのはとにかく歯が,歯が、口がでかいボギーワンに対してこう、コとコが、 こう、ガツンって、なんかこう、噛まれるというか、挟まれそうなところを、上下の歯を、両手、両手でこう、広げたままで、なんかこう、食い、なん、なんですかね、止ま、止まるというか、そそのシーンがあるんですけど、原作の中で。うん、それが映画で見たいなと思っても、もう映画をすごい楽しみにしてたんです、っていう。<laughs> いやだからそのスケールがすごい盛り上がっていくじゃないですか。映画バンバンバン、まあ、まあまあもうすっごい。うん、で、そっからボギャンがバーンって出てきて、みたいな感じになるのかなと。思ってたらそれがないものは、それこそ違うドバーってなって。<laughs> なんかもう、なん、なんですかね、すごい気分が盛り上げられたんですけど、僕の中だけですけど、出てこいのかいみたいな感じの、なんですかね。まあ、がっかり感あるやろうなうだって明らかにこう、原作の方はボギーンっていう、 ものがあってしかりの話ベースやから。うん。なんかほんま映画、映画、なんか、そこら辺よくわからへんかったか、こう、ネットでもいろんな人の感想を見たんですけど。はい。まあ要は映画は、どっちかって言ったら人間ドラマに焦点当てていて、うん、なんて言うんやろ、その子供のこと、こ子供を持てないまこと、子供のことが嫌いな野崎。うん、この二人が、その愛されていない知さに対して愛情を芽生えていくっていう。うん。なんかその、血が繋がってなかったとしても、 なんか疑似家族になれるんじゃないかとかなんか。うんうん、まあ言ったらその、映画の方の田原家は、秀樹もかなも、ある種その知沙に対しての愛情っていうのは、どこか置き去りになっている状態。うん。そんな知沙がボギアンを呼び込んでしまって、うん、天山矢の大ぎになった結果、そもそも子供が嫌いだった野崎と子供が持てなかったまことが、自分の子供ではない知差を守るために戦った結果、うん、ボギアンが退治されて、 うん。めでたし、めでたし、みたいな。そういうなんか、まあ、疑似家族的なものを描きたかったの、うん、ああ。だ、みたいな、年としろのことを、うん。書いてあって、なるほどなと思ったんですけど、じゃあ、ボギーワンじゃなくてエイアンでなるわけですよ。うん。うん、<laughs> まあ、だから、あれなんですかね、タイトルクルだけになったんですか、ね、いやそう、それ書いてましたわ。だから、映画のタイトルクルになったのも、そもそも映画の方はボギーワンを主体に置いていない、みたいな。 感想を書いてる人がおって、あ、確かにな、と思って。うん、だから、ボギーンは実体がないし、なんや分からへんけど、うん、呪いぐらいの感覚なんですよね。うん。まあまあ、ね、そういうことであれば、まあ、確かに、そういう、なる納得はしますけどね。でも、でもそれやったら、まあ、それはそれでおかしいなと思うんが、その子供を主体としたメッセージ、うん、子供と、子供を主体としたメッセージの映画なんだって話になるんやったら、そもそも原作のボギーン自体が、その、うん 昔、日本が貧しい農村の家庭とか、口減らしのために子供を山に捨てるっていう風習がある中、ボギアンが子供をさらっていくから、都合がいいから、全部ボギアンのせいにしたれ、みたいな、そういう風土の文化があったから、なんかそのボギアンっていうものが、 元々はただ単にくじべらしのために山に子供を捨ててた文化自体が変遷していってボギアンというものを生み出したんじゃないかとかなんかそんな話があって。ありどっちかって言ったらその子供メッセージにするんやったらボギアン出さなあかんやんと思うわけですよ。まあ、使いやすいというか。言ったらその子供をいらない親のために必要な存在としてボギアンが生み出されたわけじゃないですか。うんうん。それやったらなおさら、子供の大切さとか愛情とか疑似家族とか家族の話とかするんやったら、 敵対するボギワン、うん、映画にも出せよって思うんですけど。うん、そこはなんか無視されるっていう、なんかようわからんことになったんですよね。<laughs> だからなんかこう、映画と原作両方、映画先に見て原作見て両方見たからこそなんかそこがこう、なんていうんですか、変なところでごっちゃになってもうて、すごく、どういう映画、うん、どういう話なんでめっちゃ思ってますよね、この話。うん、そういう意味では原作も、別にホラー、ホラー小説ではないよなと思って。うん。オカルト要素が、 まあ、含まれている、まあ、どこにでもあるような、夫婦の中にあるズレとか悪意とか、なんかそういうのを描いた人間ドラマなんだろうなっていうふうには思うんですけど。うん。だから、まずそこがこう逆転現象で、言ったらその映画の方で野崎と誠は、なんかその自分の子供ではないけれども、ちさという守りたい存在ができました、めでたしめでたしみたいな感じで終わってるから、それを踏まえて原作を読むと、 ラストは別に野崎も誠も別に何もないんですよ、うん。ないです。<laughs> <laughs> 単純に野崎と誠が田原家の会を解決したっていう結論しかなくて、なんか、まあまあ多少はその、 自分のトラウマだがコンプレックスも払拭されたんでしょうけど、うん、映画ほど明確な感じで終わらへんから、うんうん、それはそれで、あ、原作の方の野崎と誠はどうなっていくのっていうふうにも思ってますよね。変に映画を見てると。うんうん、逆に原作の方に落としどころがないというかなんか、二人のうん、うん。確かに。かすごいなんか変な気持ちになったんですよね。二つも見て。<laughs> まあ面白かった、面白かったんですけど。いや もしあれでしたら、その、原作はまだ続きが、続きというか、あるんですよ。そう。あのー、こ一応、ズーノメ人形っていうのと、シシリバの家と、ナドラキの首っていうのがあるんですけど、それ一応その辺はね、あのー、あれで出たその日が、ま、ヒガマ、マコトちゃんのことも出たでしょうん,うん。そう、ヒガ姉妹シリーズって言われてた。えあじゃあもう、例のアクション小説なんですね。いや、 そういうわけでもないの <laughs> いや、だからそれで、毎回それが出てく、で、なんか、あの、全員が出てくるかっていうわけではないんですけど、うん、え、たぶズーノメ人形に関しては、その、一応、二作目になるのかな、うん、ああのあの、とも、野崎も出てくるんで、うんえー、もし気になるんだったら、読んでいただけば、えっ、ー、と、時間軸的にはボギーワンより後の話だと思うんで。うせやん、ちょっとオーディブルまた、 ズーノメに言ってくださいよ、はい、ずうのメに。千五百 ?1500 円か。1500円, <laughs> 1500円で、ま、ヶ月に1回コイン来た時に。<laughs> <laughs> 言ってくださいよ、ズーノメに。いやー、やー難しいな。その、ソシャゲと違ってこう、無課金税でやったとしても、毎月1500円引かれていくっていう。うん、まあ、1500円で一冊ただで呼べるっていうことなんでしょうけど。うん、いや、安心感がね。やっぱその作詞者の方が一緒で、ナレーターの方もシリーズちゃんと通して同じ方なんで。うん、なるほどね。 いやでもちょっと先が気になるわ。<対>野崎と誠どうなんねんで、ね、めっちゃ思いましたもん。うんうん。そうか。じゃあ読んでみるか。読んでください。ず,、うん、ずー。の目人形言ってください。続きがあるんだ。続き、うん、続きというかバシリですね。まあ、じ、あの、時間軸が、あの、そのままずっと続いていくわけではないんですけど。そもそも、ボギオンは死んだのあれは退治されたんですか なんか小説、はい、小説の最後結構そこら辺、意外と、あの映画は、なんかああいううちなのか負けたのかよう分からん感じで終わっていきましたけど、うん。原作は一応ちゃんと勝つじゃないですか。勝ちますね。勝ったけど、なんかちょっと、これで全てが終わったんですかみたいなことを聞いたら、まだ分かりませんみたいなことコことこが言ってたじゃないですか。うん、あの、基本的にそういう回はなんかすぐには、あの、 収まらない。まあ、なんていうんですね、うん、病気をした後、そうそう。再発とかね、そうそうあんなと一緒で、っていうような感覚みたいな、その中では。確かに、だって、あの、チサがね、うん、原作の中では、最後、寝言、そうそう寝言ってことだけど、血がつり、サムワンとか、ボギアンが言ってる言葉を、ボソボソって。そうそうそう。あれに関してはね、そう,そういう、そういう、そういう、 なん,んですかねわ、わからないんですよ。そうそう。だから、会、会そのものはなくなることはないのか、みたいな感じで。完全解決できてんかどうかは。ね、まあだから、基本的には多分出てきたら、出てきた時に対処するしかない。ですね。ね基本的に対処療法しかないっていう。うんあ。あの、誠ちゃんが冒頭の方にそういうこと言ってましたよね。なんかあの、うん、あの、風になったらこうしてくださいみたいなことは言えるけど、 風がなんで起こるかとか私わかりませんって、うん。あれがなんかすごいリアルというか。<laughs> そうですね。めっちゃ納得しましたね。<laughs> 対処の仕方を教えられるけど、原因が何なのかってわかりませんって。うん、知る必要もないって。ね,ね最初だから、そういう会を追って秀樹が、その誠のとこ行って、どうしたらいいんですかって言ったら、夫婦仲良くしてくださいって。<laughs> <laughs> <laughs> ええって。<laughs> 馬鹿にすんだみたいな。<laughs> <laughs> だから、でもあれは仲良く、 なってなかったんですよね。まあ、秀樹は仲良くしてたって思い込んでたのか、かな、ね、には溝が生まれてたっていう。あの、つまぶきの、うん、あの、なんていうの、秀樹のあの、クズな旦那の演技力の高さよと思って。<笑><笑>思いますいや、僕はね、あの、映画後で見,見たときに、うん、その時に僕キャスト見て、ええ、秀樹がつまぶくんって聞いたときに、うん あの爽やかさで秀樹が無理やろって僕思ってたら、うんうん、映画見たらむちゃくちゃうまかったっすね。もう本本気で僕もうついてましたからね。ん<僕>なんか原田って顔長いたくなるよね。<う>なんか妻向原田って言いたからね。むか <laughs> <い> <laughs> つくわこいつって。すごいっすよねあれね。ほんまに。ま、あ典型的にね、そのなんて言うんだけど、表層上はいいパパ風を装ってるけど、全然育児に関わってないっていう。うん もう典型的な感じやったし、その結婚するまでの、その、家庭とかも、ちゃんとあの映画の方では、うん。うん、あの、つまぶきのあのキャラで描かれていたから、そうですね。何やろう、<の>本当にこう自分のことしか考えてないかみたいなのが、むちゃくちゃあの子描かれとって、<laughs> そう,そう,そう,うん。めちゃくちゃムカつきましたよ、あれほんま。あれは、あれはすごかった、秀樹は。てっきりそう、そう、そういう、なんつうんですかね、なんかその物事の表層上しか見てない人間が、 ああいう回にさらされた結果、な心入れ替えて、妻と子供を助けていくんかなっていう、そんな話になるんかなと思ったら、すぐ死に寄ったから、<laughs> びっくりして。<laughs> 確かにね僕、僕もその本、まあ、僕は原作なんじゃないですけ原作で、秀で死ぬんってなりましたもん。<laughs> 結構ね <laughs> 本で、本でもそれなりのページ数秀樹主人公でずっと言ってて、<う>これ絶対最終助かるんかなと思ったら、 え、シーンだって、しばらく僕思いましたもん。どこに映画なんかは、あの長い話がギュッとこう、2時間ぐらいに縮込められとるから、結構テンポよくポンポンポンっていくんですよね。うん、なんか、映画の冒頭でむちゃくちゃこう、ボギアンに狭まら、まられてて、うん、こう、なんかこの後何かが起こるみたいなシーンから始まって、なんか、 そこまでの過程を過去に遡って書かれ始めるんですけど、ああいうの見てるから、あ、ここがクライマックスなんや、とか思いますよね。めちゃめちゃなんかことこことかをテキバキ指示しと、し、どうなんだろうと思ったら、なんかね、携帯でこのことこの指示をテキバキと聞いてたら、家の家電がプロロってなったら、なんか田原さんって、その電話は出ないでくださいって、偽物ですって。えって、携帯からかかってきている声の方が、え、ボギアン ボギアンなのとか、なんか、あそこら辺すごいびっくりしたわ、なんか、うん。うん。あれは、びっくりしますね、確かに。どっちが、どっちがことって。<う>ね、どっちがほぼやろ。あれは映画の方が良かったな、なんか。あれ、玄関から急に走ってきた子供誰なんですか映画の方で。玄関から急に走ってきた子供そんないましたっけ <laughs> あの、最終的にその、ドアを開けてないと、ボギアンを呼ばないと来れないから、みたいな感じで、 うん、で、なんか、妻夫木が、なんか、すごい、鏡、家中の鏡割って、包丁も隠して、これからどうしたらいいんですかって、携帯にやっと話してたら、うん、家電が鳴って、その、本物の子と子が、それボギアンの罠です、みたいな感じになった時に、玄関からなんか、女の子がブワーって走ってきて、うん、で、妻夫木が、ひえーってなった後、なんか、暗転して、なんかこう、死に変わったなと思ったら、うん、なんか、下半身が、ちぎって死んだ、みたいな感じになってて。うん あれ、あれじゃないですか、女の子って言ったら、子供の時に会ったお友達じゃないですか、連れ去られて、ポギーワンに。そうかなと思ったんですけど、じゃあなんでその子供がクロンとか思って、そこら辺がよう分からへんかったんですか、ね、あ,あそこだけ確か、オリジナル、僕もはっきりちょっと覚えてないなんですけど、うん、映画の場合はなんか、ちょっとさら、見,見終わったとか借りてあれですけど、多分そこが多分、 設定時代変わってたと思います、うん。なんか、もともとなんかすごい映画のし冒頭で少年時代になんか、その女の子とね、うん、若かし頃の妻吹、うん、佐原秀樹がこう、なんか関係してるシーンのとかがあって、うん、なんかその女の子がボギアに連らせられたみたいなのがふわっとこうね、うん、設定的に語られるんですけど、うん、え、じゃあその女の子がボギアになったのとかなんかそこら辺がわからんかったんですけど。よかったかな一応なんか、一応なんか原作では、なんかそのボギアンっていうのは子供をさらっていくから、うん うん。さらった子供を次から次へとボギワンにしていくんだみたいな説明がされてたじゃないですか。うん。ボギワン化していく <laughs> そうそうそう。だからそういう感じなんやろうかと思ったんですけど、映画だけ見てると全くわけがわからへんかったから、そこら辺。確かにね、僕は原作見てから見たんで、いや、なんかそこが違ってるなと思ったんで、多分理由とかもちょっと、あのー、違うかったと思いますけどね、確か映画で。その 映画だけ見てると、全くわけのわからんまま、ボギアンにはめられて、うん、<laughs> え、ヒデキめちゃくちゃ死んだやん、と思って。うん。あれ、どうしたな、まあ、まあでも原作でも頭カップですもんね。あそうなんですよね。原作どっちかってあの、口が面やから、かじられるっていう業者が多いんですよね、なんか、うん。いや、ただだから、あの、かじられる瞬間まで僕は、ヒデキどうにかして生き延びると思ってます <laughs>、ま。いや、僕、この本、<laughs> 本、まあ、オーディブルですけど、うん、最初から最後まで秀樹が主人公と思って、ずっと聞いてた、ね、聞いてるんで、まだ、まあ言ったら中盤ぐらいじゃないですか、あの状態。うん、で、いや、もうでも、ボギワン入ってきたなと思って、うん、目の前に口をかっぱり開けているって、うん、秀樹目線で書いてる、要は、小説じゃないですか、その文章も、うんうん、その、客観じゃなくて。そうそう。 で、口が開いてきて、今まで嗅いだことない匂いがしているみたいななんか歯が出てきてって、なって。うん、で、最後、なにガリっていう音がしたみたいな感じ。そうそう。ぎ <laughs> ギリギリという音を聞いた。<laughs> <か>ってそう、脳みそから、脳みそに刺さってるみたいな音が聞こえて、あ、これか、え、これも死ん、いや、死んでるいや,いや、死なへんやろいや、死んでるみたいな感じで。<laughs> <laughs> で、次のショーに行ったら、<laughs> ヒデキが死んでから2週間、とか言って。そうそうそう。<laughs> これ誰秀でじゃなくなってる。<laughs> あ、かなかと思いながら、で、でも、全然ショックじゃないみたいな感じえ、どういうことどういうことえ、奥さん、えあんだけ守ろうとした秀でがかなとちさんって、え、か、えど,どういうことってなりましたよ。いや、あれは、あのー、見せ方はすごい見事というか、びっくりしましたね、ほんま。ね、人がの、要はだからし、視点というか変われば、全然同じ。 そうなんですよ。ね。現状あれも全く違う。で、あの、裏側が語られる部分に関しては、原作の方がすごいこう、巧妙で、なんか、秀樹目線で語られた全てのことの裏側を、要目線で全部語っていくじゃないですか。うん。で、そこで語られる要目線の出来事が、ほんま秀樹くずやな、っていう感じの。そうなんですよ。小説やったら、2章を読まないと、秀樹くずっていうのは、わからない。ないいや。じゃないですか。2> 僕、2回聞いたんですよ、ボリ、うん、はね。だから、ね、えー もう、だから、カナの視点の時だったら、ヒデキすごいクズやなって、ひどいなって思いながらでも、もう一回聞いた時の最初の一章聞いてたら、ヒデキそんなに憎めなかったんですよ、ね。<laughs> <laughs> なぜかまた、だからやっぱ怖いなって人の心って、うん、なんかその人の、なんかこう、あれすか喧嘩とか友達の話で聞いて、うん、あいつこんなんでって言って、うん、でもお互いのやっぱり話聞かんな、わからんなっていう、もう典型というか、うん、こう、ヒデキ目線だったら、 そこまで秀樹悪くなかったんかなと思いながら、二週、うん、梅でもまたカナンとこまで行くと、やっぱり秀樹ひどいなって思いながら聞いてしまう。<laughs> まあよく言うんが、あの、真実はね、それぞれの人の中にあると。うん。で、事実は一つだけやと。そうそう。またその事実の感じ方っていうのは人それぞれやからっていう。 だから、あの点においては、原作先に読んどったら方が楽しいと思うんですよね。うん、映画やったらもう完全に、妻夫木きの演技力すげえから、最初からこいつあかんなって思わせるんですよ。あかんなって思いましたけど、でもその、言ったら、いわゆる本で言う2章に映画でなったら、今度、かなもあかんなってなって、まあ確かにね、まあつ妻つまきも、妻まぶき、秀でき自にもちょっと同情してしまうのがあるな、映画はな。確かに。うん、そんなされたら、一応秀樹も、 まあ、良きパパではなかったけど、あれ、一旦野崎が言うじゃないですか。良きパパではなかったかもしれないけど、最後まであなたと子供のことを案じていたよ、とか言って。その気持ちは本物だった、みたいな感じで。確かになんか、あの、カナが悪女化してしまうこと自体で、秀樹<う>のクズさがちょっと薄まるよなとは思うよね、映画は。 原作やったら、カナはやっぱりヒデキのこと好きじゃな,な,な,な、もなくなってたとか、こういろいろありますけど、うん、ヒデキのこと責めてたけど、最後の最後、ボギーワンに、チサと一緒に襲われてるときに、うん、一番最後の最後で覚醒するっていうか、うん、ヒデキはあんなんだったけど、私たちを守ろうとしてきたって、うん、なんか、すごい、あのー、ヒデキはあんなんだったけど、私たちを守ろうとしてきたっていうのがすごい、こう、 思ってて、私も戦わなければ、みたいな感じで。そうね。覚醒する感じのとこがあるじゃないですか、やっぱり。家族に向けての愛情自体は本物だったのだっていう尊重はされるよね、原作の方が。うんうん、そ,うそうそう。それもね、映画の前にない,ないというか、<laughs> もう完全に、悲的クズみたいな感じ、ね。映画の方は完全にカナ自体がこう、育児ノイルズノイローズを超えてしまって、カナ自体が子供に対して愛情を持たなくなってしまう。ああ、れね、もう、どうでもいいみたいな感じなで、ね、そ,<う>そね、その浮気相手の方に出てしかも、あのー、<供>あれ。 あのー、ひ、ひ、ひできが死んだ後、一応野崎が家に来て、一応森路をこんなんで待った方が、つって、<laughs> 家のところに森路を置くんですけど、その後、<崎>めっちゃなんかにヤってしながらバキバキに褒むんですよ、その森路。あの顔、怖ったもん <laughs> <laughs> 黒木花も演技うまっと思って。すっごいっすよね、あの人ね。に。あのー、カナも、その黒木花が演じるカナの、その演技の話もそうなんですけど、あのー、<laughs> 秀樹のあの、田舎に帰った法人に参加してる時の、なんて言うんですか、あの、いたたまれなさとか、なんか、田舎特有の弱からん盛り上がりと、こう、身内とか親族だけの弱からんノリとかに、その、カナはついていけないんですよね。ついていけないですよね。で、カナはちょっと席外しますって言ったら、バリクソ文ン食われたりしてて、なんか、<laughs> で、その文句も秀樹は別に咎めることもなく、なんか、ああいう田舎の嫌な、うん、なんつうの、表現っていうのがすごいわかると思ってうて、んで,ね、で、その後シーン変わったらめちゃめちゃカナ、タバコパーフ。パで、一応なんかカナ自体も、なんかすごい実の親から愛情を受けて育てない描写もあるんですよね。うん、あれは原作も共通なんか。うん、ただ原作を、 は、さらっとしか表現されてないですけど、うん、映画では露骨にこう、なんか、ダメなお母さんみたいなのが出てきて、あもう全然この子時代もなんか、そんな愛情深い家庭じゃないんや、みたいな感じで思うんですけど、うんうん、だなんかそれ、それがあるから、なおさら映画の方のカノは第2章でこう、すべてを放棄するんですよね。うん,うん。子供の愛し方がわからないみたいな感じなのか知らへんけど。うん。でもなんかあの、一生懸命家でご飯作っとんのに、 うん、旦那はのお天気に外食しに行こうぜ、とか言って。で、なんか、ちさはどっちがいいか聞いてみなよ、とか言って。うん,うん。ちさは外でご飯が食べたい、とか言,って言うわ。言うわって子供は外で食べたいって。で、つなぶきも、ほら、ちさもそう言ってるから、外でご飯食べようよ、とか言って。うん、でも、かなはもう、ご飯つ、夜ご飯作ってるんですよね、なんか。うん、でも、ひでき見せたら、だから、たまには楽させてあげないと、みたいな。なもう全然、ずれてしまってる、ね。ずれ、感じんなずれが。<laughs> で、子供は無邪気に、外でご飯食べたいご飯食べたいとか言って、あーってなって、ガーンって <laughs>。あの、なんていうの、追い詰められ方がすごいこう、えぎ、うん、うまと思って。見ててヒヤヒヤしたわと思ったけど。トークテーマ的に何かオチがあるわけでもなくて、うん、そもそもノンテーマで語ってきたので、取り留めのない話しか今回してないなと思うんですけど。いやいや なぜその映画と原作でちょっとなんかメッセージ性っていうのが大きく違うくせに、いろんな共通項目があるくせに、ところどころ違うっていうのがあるから、すごい捉えどころが難しいなって個人的には思ってて。原作だけ読んでたらまた違うんでしょうけど。そうですね。僕のおすすめは、原作を読んでから、少し間を置いてから映画を見る。そうですね。 ごちゃごちゃになりにくくていいんじゃないかなと、うん。明らかにあれはちょっとパラレルワールドぐらい違うからね、なんか。うん。だし、多分原作の方が、あの、そういう、えー、わかりやすく全部大体書いてるところはあるんで、うん、どうしても絵が短いですし、え、どういうことっていうのがあるかもしれないですね。あ、思い出した。お、<を>すごい。何を話すか。 何を話したか思い出しました、それで。そう。原作の方が、そのボギーワンの、なんつうの設定がしっかりと考えられてるから、うん、なんでボギーワンっていう名前になったのかとか、何から生まれたのかっていうのが全部こうね、うん、説明されてるんですけど、もともとその、ブギーマンっていう言葉から来ているって。うん、で、ブギーマンってなんやねんってなった時に、うん、海外では、それこそこう、形のない恐怖を総称してブギーマンと呼ばれるって。 うん、で何か悪いことを、子供が悪いことをしてると、ブギーマンにさらわれてしまうよ、とか。そういう文化が発展したのか、ハロウィンや、みたいな。そういう話をしてたじゃないですか。あなるほどな、ねはい、って。すごい辻つ,つまうわ、って。どこまあまあ、本当の設定とか盛り込んだりもしてるんでしょうけど。うん、なるほどなってで。それがブギーマンっていうで、まあ、伝説、伝承が日本に連来して、うん、日本ではボギーワンになったっていう。うん なんか、外国人たちが、なんか、ブギーワン、ブギーマンって言ってるのを、当時の日本人たちが、なんか、外国人たち、ボギーワン言うとるで、言って。うん、で、そういう、なんつ子供悪いことをしてる子供をさらって何かするっていう都合のいい存在として、ブギーマンがボギーマンになったとか、うん、なんか、いう設定。で、ああ、な<ん>るほどなぁと思って。で、なんか、それを考察している人がいて、インターネット見てたら、お<ー>あの、血が釣りって言うじゃないですか。血が釣り言いますね、はい。あれは、トリックはトリウットの、 なまった言葉やって書いた人がおって。マジっすかあ、なるほどなと思って。英発音出たらそうなのかなだから、トリックはトリート、トリックはトリートずっとなまっていったら、キュアていう。テントレー、テンガトレー。え、それとサムワンもなんかなかったですかねサムワンもわかんないです。なんかそういうこと書いた人がおって、あ、なるほどなと思って。なんか辻つまうなと思って。うん。それ、それ思い出しました。マギアになって。うん。 そういう意味では、やっぱ原作をね、やっぱ原作だけに原作を先読むべきかな、やっぱり。ぱ今更、散々ここまでネタバレしてなんですけど。いや、でも全然、楽しめるとは思います、ね、そうですね。なんかネタバレ、ネタバレしてても楽しめるし、原作楽しんだと、やっぱりあの映画の妻夫木きと黒木花の演技力を見てほしい。うん、<laughs> ああ、もうこんなクズな人間がおるんやって、めっちゃ思えるから、なんか。しばらくちょっと妻夫木き嫌いでしたからね。 あ、僕逆につまぶきさんすごいなって思いました。どっちかってなんかこう主人公の爽やかな感じのとかが合う人かなって思ってたんで。うん、いやだからその、あまりにも演技がすごすぎたから、つまぶきもコルキハナもちょっとしばらく嫌いだった <laughs> こいつ嫌いやわなんて。<laughs> こいつって。そう思える、思わせるっていうのはやっぱすごいですよね。ま,まあとりあえず、うん。ネタバレしても楽しめる作品になると思いますので、うん、まあぜひ触れてみてください。触れてください。 はい。お送りしたのは沢田信也と、フェガでした。それでは皆さんまた次回。さよなら。さよなら。